赤松総丹、利根川寿司のネネシネーネシは、利根川に住んでいたとされるメスのカッパ。ネネコカッパ、いよいよコカッパとも呼ばれる。江戸時代後期の知識学者、赤松総丹による知史、利根川寿司には、個々の表記で記載されている。ネネシは、年ごとに居場所を転々としており、住み着いた流域には決まって災いが起きたという。茨城県北相馬郡と根町加納神殿の、 江戸時代の川奉行、加納家の屋敷には、昭古河童という土偶が縁結びや安産の神として祀られており、以下のような伝説が伝えられている。根根氏は河童の女親分であり、利根川の支流である片品川に住んでいた。腹の立つことがあると暴れて、川の包みを崩して、田畑を水浸しにしたり、気の向かないことがあると子分たちを引き、 人の子供や馬を川へ引き込んで溺死させたるといった暴れ者で村人たちに恐れられていた。しかし、かのおけな祖先の者がネネコを生け捕りにして檻に封じたところ、ネネコがもう二度と悪さをしないと言って許しをこうたので、その者はネネコを許してやったという。また、利根町内のとある民家にはネネコの手とされる者が近年まで祀られていたが、 現在はすでに処分されている。ありがとうございます。